けども、まず21年の改正事項のおさらいということで、まあ、簡単に見ていきます。で、その後22年の1月ですね、に施行する分。で、続いて22年の4月に施行する分。で、10月。で、あと23年以降の、まあ、予定されている施行の事項についての確認ということになっています。で、それぞれ確定はされているんですけども、4番目、22年10月の施行事項の中で、出生時育児休業制度の創設と、育児休業の分割取得、それから育児休業給付の見直し、この3点につきましては、まだ施行日確定してないんですけれども、ついこの間の8月30日開催の第40回の労政審の雇用環境均等分科会において、政令案要綱というのが出てまして、これが諮問されているような状況ですね。これを見るとですね、令和4年、まあ、2022年の10月の1日施行とされているので、まあ、これはほとんど確定というふうに見て構わないと思いますね。準備される方は、22年10月の施行と考えて進めていくというのが大事なのかなと思います。まずですね、21年の主なおさらいをパパパッとしておきたいと思います。これ見ていただきますとですね、重要なのは、まず一番上ですよね。この看護休暇、介護休暇の時間単位付与。この看護休暇、介護休暇というのは年5日ですかね、付与することが、まあ、申し出があった場合には付与しなければならない義務が課せられていますけれども、これは今まで半日単位は許されていたんですけど、さらにですね、一歩進んで時間単位ということになって、これ義務化されています。で、これ対応はもうすでにお済みになっている。